皆さんこんばんは、レッツボーリングの時間です。今日もですね、こちらのボーリングジャーナル、こちらもですね、ご紹介しながらですね、今日もレッツボーリングスタートさせていただきます。うん、はい、進行を務めます村松香織です。よろしくお願いします。お願いします。はい。そしてですね、今日も素敵なゲストをお招きしております。本日のゲストはですね、はい、映像でも、はい、映っておりました、株式会社代表取締役、うん、失礼しました、トリッピーですね。代表取締役の、はい、大門真紀さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、トリッピーのですね、はい、メインキャラクターのグラブくんも今日は一緒に来てくれました。こんにちは。可愛いですね。そう、こうやるとね、子供ちゃんがだ、ね、もう大喜びで、ね、バーって食いついてくれるので。大人気のグラブくんということで、今日もよろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい。はい、ということでですね、今日は、大門真紀さんお呼びしたんですけれども、はい、いつも真紀ちゃんと呼んでるんで、真紀ちゃんで。行かせてもらっていいですか？はい、もちろんね。はい。と、カオリン。カオリンで行きたいと思います。はい、ということで、本日のゲストですね、はい、大門真紀ちゃんなんですが、はい、実はですね、こちらの会社は、はい、まあ、幼児教室をされている、はい、そうなんですよね。はい。ですね、うんうん。で、幼児教室もしながらですね、実は、違った一面も持っている真紀ちゃんなんですけれども、うんうん、はい、今ですね、ちょっとテロップの方でも出てますが、本当だ、うん、はい、実は女優業もしているという、ちょっと変わった感じのね。ねえ、本当に先に女優があっての会社設立なので、ちょっと皆さんとは違うかなとは思うんですけど、ね、そうですね、はい。ということで、簡単な自己紹介をお願いできればと思います。はい。はい、演劇集団縁で女優業としてもう11年目、12年目ぐらいに。長いですね。はい。はい。長いですね。うんうん、結構、苦しいこととか、ありました。辛いこともいっぱいありつつ、でも楽しいことも、その分あったので、結構人生経験豊かな、他の人にはなかなか体験できないような経験をたくさんさせていただいて、うん、舞台もやったし、テレビもやったし、声の仕事も歌の仕事もいろいろやって、で、まあ、積み重ねて今があるという感じで。はい。その女優業も活かしながら、今の仕事にもかなり影響を与えてるって感じですね。なんか、はい。その辺をですね、詳しくお話ししていきたいと思うんですけれども、はい、ですね、まずその舞台、はい、それからテレビ、まあテレコ作詞、歌、映画と本当に幅広く ね、 そうですね、女優業がやられているんですけれども、はい、まあ舞台に関しては主役から脇役、老婆までやってしまっているということで、ね、面白いね、なんかということで、こんなところでグラブ君とかも ね、 ね、登場できるというですね。そ う、 そ う、 そうですね、うん。お得ですね。そうそう、はい。ということで、そして、テレビではですね、はい、まあ、こちら、ちょっと一個ずつしか書いてないので、その他ご紹介したいと思うんですけれども、まあ、TBS でレギュラー番組も持たれていて、美味しいプロポーズとかですね。そうですね、やりましたね。レギュラーで出演させていただいてて。うんうんうん、確か長谷川京子さんが主役で、してたドラマだったと思うんですけれども、ね、その時出会ってなかったから、そうそう、はい、ね、今とは全く違う感じで出てたので、なるほど、秘書の役だったと思います。結構なんかメガネかけて、ツンツンのした役をいろいろでもねこなしていた感じですね。ねえ、面白いですね。うん、そして、まあ当てる子の仕事では、はい、こちらチャンムグの誓いが出ているんですけれども、あ、はい、まあその他にはですね。野良耳、まあ、TBS のアニメ、シンシア役、ね、はい、ということですね。それから映画ではジュノー、はい、ジュノー役ということで主役の、ね、そうですね、エレン・ペイジの吹き替えをその時やらせてもらったんですけど、うん、ジュノーはもう本当にいい映画で、うん、娘とパパの絆っていう感じですかね。16歳で妊娠しちゃう女の子の役で、役結局は育てられないから、ちょっと里子に出しちゃうっていうところなんですけど、でも
前向きな、うん、ハッピーな感じで映画が終わっているので、うん、重いテーマを割とこう、さらっと軽く、楽しく。あ、そう、楽しくっていうの言っていいのか、ちょっと、語弊があるかもしれないんですけど、うんうんうん、でもそんないい映画に、携わらせてもらいましたね。うん、なんかね、賞、うん、も取ってるということなので、私もちょっとまだ見てなかったんで、あ、早速借りたいなと。ぜひ見て、涙を流してください。はい。マキちゃんのですね、はい、そのね、ぜひ声もですね、聞いていただきたいなと思います。はい、ててその辺でやっぱりこの、アテレコをやるにあたってですね、うん、気をつけてることとか、ありますか？気をつけてること。うん、なるべく、うん、その、当てる役のイメージに近い、まあ自分の中でですけど、イメージに近い声を出すようには、うん、知ってます、ね。16歳の、その、例えばジュノーの役だと、今よりももうちょっと高いトーンを使うようにしたりとかは結構しますよね。さすが女優さんで。いやいやね。そうだって。ね、嬉しいだから。いやいやまあまあ、ね、でもね、まあこの、ね、このグラブ君の声もかなり高く上げてますね。なぜかっていうと、うん、高くしないと、子供ちゃんの耳にあまりこのトーンでだと届きづらいんですよ。聞き取りづらく。いいし、うん、割とその子供ちゃんはこう高い音を、うん、あって聞いてくれるので、そういうこともあって、グラブ君の声は高くしていると。こんにちはっていう風にやるようにしてます。すごい。なるほど、面白いですね。面白いですね。はい。で、その他ですね、歌の方で紹介させていただきますと、はい、まあ、こちら、地球と月のかけらと出てますけども、はい、その他にも吸血少女対少女フランケン、あ、はい、ね、B 級のホラー映画だったんですけど、うんうん、結構血みどろのドロンドロンの映画だったんですけど、まあ、それの主題歌を歌わせていただいたりとかして、もうその時もまだちょっと、うん、今よりもちょっと若かったので、うん、あ、そうなんだ、はい、ゴスロリの格好であ、そうなんだブリブリのすごい格好で出ておりましたけど。そうなんだ。お宝映像ですね。そうですね。恥ずかしいですけどね。ちょっと、そのね、映像見たかったですけどね。出してくれなかったな。恐ろしくって、さすがにね。そうですか。はい。で、その他にも、後ろから前からっていう、ね。そうですね。これは、日活のロマンポルノのリバイバル版で、うん、これも、ややちょっと古いんですけど。あ、歌を。歌を。エッチな歌なんですけど。そうなんだ。お手伝いをさせていただきます。ということですね。いろいろ幅広くね、やっていて、映画にも出られているということで、ね、はい、オールウェイ、あ、レイルウェイズとか、懐かしい、はいはい。はい。その他にもたくさん出ているマキちゃんですけれども、はい。はい、いろんな話はですね、後ほどちょっと詳しくいきたいと思うので、はい、一応ですね、こちらボーリングの番組ということなんで、ね、まずはですね、ボーリングの思い出なんかをですね、ちょっと、ありますでしょうか。うん、思い出は、うん、行くと必ず、あの、投げ方が変っていう。あ、フォームが面白すぎるってみんなに言われて、後ろで投げるために笑われるっていう。なんかわかんないんだけど。そして、ボールが、のスピードがすごく遅いっていう。そうだね。でも、ゴロ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 ぐらいのスピードで。かなりでも、ストライクを出したりとかもできる。そうそうそう、それが面白くって、なんかそれでみんなが後ろでわーとかって、驚いてて。そうなんだ。え、その、本は、どういうふうに改良して自分で作ったとか。いやいやいや、何もなくて、投げ方教わったことがないから、独学みたいな。独学というかもう投げるしかないみたいな感じ。そうなんですね。じゃあ今度、ぜひ一緒に、一緒に、ね、もう笑いにこと書かないボーリングになると思います。え、ちなみに、まあ、はい、平均スコアというか、まあ、ハイスコアでもいいですね。いくつぐらい。100ぐらいあったかな、なんかな、なんかな、わかんないけど、うんうん、結構前のことだから。なるほど。うん、それっていいのかしら、あんまり。まあ、まあでも。人それぞれか。そうだね。あの、一応でもパーフェクトは300点。そうなんじゃ全然ダメじゃんみたいな。全然ダメじゃん。まあ、これからぜひですね、練習していただいて、ボーリングちゃんとしたフォームで、うんうん、やりましょう。もうトリッピーでぜひボーリング大会も開いてもらったら、そう、それいいかもしれない ね。ボーリング大会も。ちびっこもボーリング大好きなんで。あ、それはいいかもしれないですね。うんうん、ぜひぜひ。うん、トリッピーの幼児教室ぜひ、ボーリング大会。楽しいかもしれないですね。うん、はい。そしてですね、うん、まあ、ボーリングのエピソードお話しいただいたんですけれども、はい、今こちらちょっとね、演企画ということで、はい、こちらに入られてるってことなんですが、これ舞台の一シーンをですね、あ、ね、写真が出てますよね。はい、私もこれね、見に行かせてもらったんですね。あ、ね、すごい。ありがとうございます。迫力があってびっくりしました。最初誰かわからなかった。そう、みんな言います。半分ぐらい見て、あ、ダイモンだったって。
って。ね、結構特殊メイクじゃないけど、かなりのメイクもね。そうですね。結構がっちりメイクで。しかも悪い役なんですね。ね、海賊一味の、そうでした。ドブ猫っていう役だったので、余計に誰かわからないって言われて。動きも結構激しかったなっていう ね。ありましたからね。で、マキさんのイメージとはちょっと違う感じだった。たのでね、もうやっぱさすが女優さんは嬉しい違うなと思いました。はい、ということで、こんな女優さんもされているマキちゃんですけれども、ここからはですね、いつもの恒例のコーナーになるんですけれども、ボーリング知っとくコーナーというのがありまして、ちょっと問題を出させていただくので、それに、答えていただければと思います。よろしいですか？はい、頑張ります。で、グラブ君に、ちょっとね、お願いしたいと思います。まず、それでは、第1問です。はい。公益財団法人ですね。全日本ボーリング協会というね、協会があるんですけれども、まあ、ボーリングの協会なんですが、そこの会長さんは、現在、どなたでしょうか、という質問なんですが、一応ですね、3択になっています。まず、1番。竹部勤さんということで、元自民党の幹事長ですね。はい。そして2番、具志堅用高さんということで、ライトフライ級のあのボクシングの、そうだよね。ボクシングのチャンピオンだったんだね。あれおかしいな。そして3番です。小泉純一郎さんということで、元首相ですが。さあ、この3択、どれを選びますか、グラブ君。これ、普通に考える感じでいいんですか？そう、普通に。あの、そうなんですよ。きっかけとかないですか？大丈夫ですか？きっかけとか全くない。そうですか。どなたかが、今その、ボーリングの、まあ、JBC っていうんですけれども、スポーツボーリングの方のですね、会長さんを、このうちのどなたかが、勤めている。え、これ普通に考えると1番。1番。ですよね。1番。グラブ君も1番でいい？多分、僕も多分ね、1番だと思うんだ。どうかな。さあ、それでは、正解いきたいと思います。こちらです。よかった。当たってた。すごいすごい。おめでとうございます。よかった。でも普通に考えてってことでした？そうそう、普通に考えて、なんか、裏があるのかなんかすごいドキドキしました、逆に。あ、すみません、竹部さんね。はい、ということで、竹部さんなんですけども、実はですね、早稲田大学のボーリング部の、に所属されていたですね。ボーリングが大好きだったということで、現在ですね、会長も務めていらっしゃるということで。で、小泉さんもボーリングが好きで、リーグをやったりとかですね、してたということなんですよ、グラブ君。そうなんだね。知らなかった。教えてくれてありがとう。はい。ナイスでした。おめでとうございます。1問正解ですね。よかった。はい。さあ、続いて、第2問目です。はい。用品メーカーにですね、ABS という会社があるんですけれども、そちらがですね、これから、まあ、出店する百貨店があるんですね。期間限定で出店するんですけれども、明日から出店します。その百貨店は次のうちのどちらでしょうか？はい。まず1番です。まあ、新宿の小田急百貨店のハルク。2番目、銀座の三越。そして3番目が西武池袋本店。さあ、この3つどれでしょうか？ねえ、もう、当てずっぽしかないですね。そうだね。当てずっぽしかないね。当てずっぽしかないですね。じゃあ。誰だろう、グラブくん。2番 !2 番 !2 番銀座三越。はい。では、答えはですね。残念！あ、残念！百貨店のハルクなんですね。はい。明日からですね、今週末まで、こちらの ABS さんがですね、出店をしておりますので、ぜひですね、行かれてみてください。というのも、もし、商品お買い上げいただきますと、ボーリング資源無料券とか、無料券をですね、プレゼントしていると。お得だ！それは、ね、嬉しい情報ですね。ママさんもなんか喜びそうだ。そうだ。情報ですね。ねえ。それは大事だと思います。声を大にして言いたいみたいな。ありがとうございます。ぜひ、行かれてみてください。はい。
さあ、そして、最後の問題になります。はい。こちらです。はいはい。ボーリングの日はいつでしょうか？これ何度かですね、出させていただいてるんですね。ぜひ皆さんに覚えていただきたいなと。そうか、はい、確かに。常々思っているんですが、まず1番です。3月の30日、まもなくです。あ、はい。2番目、6月の22日。うん、うん。そして3番目は、7月の11日。さあ、この3択ですが、どれでしょうか、はい、難しいですね。これも当てずっぽうに。ごめんなさい。当てずっぽうになっちゃうかもしれませんが、さあ、選んでいただきましょう。はい、じゃあ、近いから、1番の3月30日。うん、いいですか？マキちゃんはそれでいいですか？そんなこと言われたら、違うのかなって思っちゃう。1番。1番で。うん、ありました。答えはですね、はい、こちらなんです。わー違ってた残念6月の22日残念ということで、この日がですね、ボーリングの日に設定されてるんですね。はい、なんでだろう。これはですね、最初にですね、ボーリング場が初めてオープンした日が、6月の22日だったの。長崎の出島で初めてボーリング場がオープンしたんですが、それで6月の22日は、ボーリングの日と設定されましたので、ぜひ皆さん覚えておいてください。そうなんだ。で、グラブくんよろしく。はーい、6月22日、ボーリングの日、はい、カレンダーに書こうね。はい。ということで、いろんなボーリングセンターでこの日はですね、いろいろと特別に無料になったりとか、いろいろイベントやっておりますので、ぜひですね、お見逃しなくこの日に足を運んでいただくと、ラッキーなことが起きるかなと。本当だ。それこそね、うん、声を大にして言う情報ですね。お母さんたちが喜ぶから。お母さん喜びます、ね。ということで、はい。ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい。はい、ということで、ボーリングの話題はですね、はい、行ってきましたけれども、はい、次はですね、はい、マキちゃんの話に、あ、はい、はい。移りたいと思います。はい。はい。さあ、こちらですね、こちら、お写真の方ね、いろいろといただいてるんですけれども、はい、それに沿ってお話をいただきたいと思います。はい、こちらは、あ、これは、うん、うちトリッピーっていうのは渋谷の幼児教室なんですけれども、はい、幼児教室の、生徒さんたちを、まあ、お招きして、3月にですね、ひな祭りにかけて、はい、女の子のイベントということで、イギリスの舞踏会のイベントをやったんですね。はいはい、ドレスみたいなのに着て、来てもらって、お母さんたちも一緒にダンスパーティーみたいな感じでやったんですけど、私とか歌を、歌ったりもしているお仕事をしてたもので、割と生歌で、自分もそう歌って、ピアニストいてとか。すごい。で、それに合わせて皆さんワルツをしているという。あ、なんか、とも豪華な、豪華なイベント。舞踏会な感じですね。舞踏会なので。とっても素敵なイベント。なるほど。はい、いろんなね、イベントをその、トリッピーさんの方でやってるわけなんですけれども。そうですね。今ちょっとお写真出させてもらってますが、グラブ君も登場しています。うん、はい。ね。こんな感じでイベントやってるんですが、はい、この幼児教室をですね、始めたきっかけ、どうしてこれをしようと思ったのかっていうのをですね、まず聞きたいなと。幼児教室は、うち、大手さんとちょっと違ってて、レッスンが終わって、普通だったらバイバイなんですよ。ではなくて、その後に別室に移ってですね、45分のティータイムが入ってるんですね。で、それはやっぱりその、今までお会いしたいろんな親子の方々が、お母さんたちがですね、ぐったりとこう、疲れているとか、あるお母さんが、いや、子供いるとね、あったかいお茶が、ね、いっぱいも飲めないのよっておっしゃって、それって結構すごいじゃないですか。あったかいの、普通飲めるでしょ、でも飲めないっておっしゃってて、で、誰に聞いても飲めないっておっしゃってて、なんかそれが、だったら私があったかいお茶出すし、子供ちゃんもね、私見てるから、どうぞどうぞあったかいお茶をね、飲んでくださいっていう思いから、今のシステムの、レッスンとお茶タイムっていうコース、90分コースの幼児教室にしたんですね。そうなんですか。じゃあその、お母さんが疲れているのを見て、そこからその発想で、お母さんを助けたいっていうか、協力したいっていう思いで会社を立ち上げたっていう。はい、そうですね。幼児教室に関しては、お母さんのリラックスとか、癒しとか、あと子育てのなんか、情報交換なんかができればいいかなと思って、やってますね。確かに、本当子育てだけで、ね、私もね、子供もいないのよくわかんないんですけども、
お友達とかでね見てるとやっぱ疲れてる子もいれば、うん、ね子育てだけにっていうとどうしても疲れちゃうっていうことでよく聞くので、はい、いいなと思いますね。あ、ねえ、うん、みんなが幸せになれればいいなと思いながらやってるので、なるほど、はい、素晴らしいです。はい、はい、そしてこちら、なんだろう、あ、うん、これは、ね、これは外部に講師として行くこともあって、はい、この写真の時は演劇レッスンで小学校1年から3年生の子を対象にしてきたんですね。うんうん、演劇って結構ただこうセリフを言って終わりとかではなく、その読解能力がつくんですね。で、その1ヶ月2ヶ月同じ本を読むってすごいことじゃないですか。なかなかない。ないですよね。うんうん、でもお芝居ってそういうことだから、うんうん、自分のもらった役のことも、うん、このセリフはなんで言ってんのかなって言って気持ちを考えたりするし、あとはその相手役の例えば彼の役とかだったら、うんうんうん、なんでこんなセリフを言うのかなっていう相手の気持ちを考えたりとか、いろんな方向から物事を考えるので読解能力がつくんですよね。だからそういったことを、まあ、こういう、ね、小学校の時からこう、うん、訓練じゃないけど、うん、いいよとかって、うんうん、ね、ちょっとでもこう啓蒙じゃないけど、うん、やっていくことができるんだったら、うんうん、ちょっとでもね手助けにと思って演劇のああいう、なるほど、なんかそういうことをやることによって相手の気持ちもね分かるようになったりとか、そうそうそう、ね、考えるきっかけになってほしいなと思っていて、うん、結構じゃあコミュニケーション能力もアップするっていう、うん、そうそうそう、なるほど、だからねこうやって目を見て話すのって、うん、大人になればなるほどやらない人が多いから、うん、でも基本でしょ、うん、こんにちは、おはよう、ありがとう、ごめんね、さよならは、うん、基本はもう目と目を見てやることだから、うん、そういうことも含めてレッスンで結構教えにきっちりやってますね。なるほどね、素晴らしいですね、まあ、基本の基礎から教えてるっていうことですよね。そうそう、さあそしてこちら、あ、これも引き続きで、うん、この写真の時はみんなで、うん、このメンバー全員で大きな岩を持っているっていう、そう、想像しながらやらせているっていう。そう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 。で、その大きい岩を、うん、こう、ちょっと右にずらしたりとか、左にずらしたりとか、移動させるんですけど、感じるっていうのより、重いっていうのを感じるっていうとか、あと、みんなで呼吸を合わせないとできないとか、ね、大きい丸なんだけど、うん、だんだん運んでるとちっちゃくなったりとかするから、なんか、視野も広くないといけないし、いろんな面で演劇っていうのは、いい方向に、ね、うん、なるので。教育にいいですね。はい。面白いですね。こうイメージしながらっていうね、体験もしているということで。はい、さあ、そしてこちら、あ、グラブ君の登場ですね。大人気ですね、グラブ君。そうなんですよ。面白い。これはもう、うちで全部作ってる絵本で、うん、グラブ君のお話で、音楽もトリッピーで全部オリジナルで作ってるんですけど。すごい。だからギュッと掴んでポンってテーマソングがあるんですけど、はいはい、それがお話の中に何回も出てくるからさすがに途中からもうみんなわかるんですよ、うんうん、あ、覚えちゃって来るぞ来るぞみたいなでみんなでギュッと掴んでポンってやると、うんうん、みんな合わせてやってくれるようになって、かわいいもう150人私の言いなりみたいなやめられないですね。そうそう、やめられない。なるほど、かわいいかわいい。グラブくんじゃ大人気で、お姉さんみたいな感じでね、まきちゃんのこともね、うん、楽しいですね、という楽しいイベントがいっぱいありますけれども、さあこれ、グラブくんに噛まれちゃってる。そうそう、ね、嬉しそうですけどね、ね、うん、そう話してくんないもんねみたいな。結局は彼の方がね、あ、彼のがね、彼の方がこうね出すと終わっちゃうから、ずっとこうやって、うん、え、ちなみにこのグラブくんは1代目1代目です。あ、まあ、じゃあまだまだ綺麗にね、もうね、かなり破れたりとか、うん、よだれがすっごいくっついてるんですけど。お子様たちの。みちゃんたちの。そうね。もうすごい、こうやって、もうみんなすごいから。へぇー。本当に。すごい人気なんだね、やっぱり。本当に。洗えないから、もうそのまんま。なるほど。そうそう、ちょっとこう塗ったりとかもしながら。しながら。あー、素晴らしい。活躍中です。はい。
頑張ってます。はい。さあ、そして、それね、うん、サンタさんのイベントもあったりとか。これは、出張でトリッピーは、いろんなところに、イベントを開催するんですけど、うん、これは住宅展示場で開催しているイベントで、うん、12月だったんで、クリスマスのイベントなんですけど、うん、サンタさんを。はいはい。お呼びして。お呼びして。一緒に写真撮っちゃったよ、みたいなね、写真も出てますけど。なんか、びっくりしたのが、うん、ああいうキッズになってくると、うん、緊張するんですね、サンタさんに。飛びつくと思ってたんですよ、私。そうしたらなんか緊張して、なんか逆にこう、固まっちゃって、で、出てからやったみたいな感じなんですよ。あ、出てからっていうのは、このお部屋を、サンタさんのお部屋を出てから、やった、撮ったよ、みたいな。あ、そうなんだ。それまで緊張しちゃってて。そう。へあんまりこう、顔も見れないみたいで。へなんか面白い。意外だったんですけどね。あ、いろんな、往々にしてそういうタイプの子供が多い。多い、多いです。多いです。これぐらいのキッズの年齢と。ベビーちゃんだと怖がっちゃうし。あ、そうなんだ。うん、全身赤いから多分怖いんだと思うんですけど。じゃあやっぱグラブ君の方が人気があるっていう。まあまあまあ、そうですね。面白いですね。いろんな発見がありますね。うん、そうそう。あ、これも。ね、これも住宅展示場で。うんうん、グラブ君。グラブ君。そうそう。大人気ですね、こんなの見るとね。楽しくやらせてもらってますね。はい、で続いては、はい、こちら。はい、うん、これも住宅展示場さん の、うん、イベントなんですけど、ええ、普通だったら住宅展示場のイベントって、うん、駐車場で仮面ライダーショーとかやってると思うんですけど、ええ、うちの場合はもうモデルハウスの中に入ってしまって、綺麗なお部屋の中でレッスンをするっていうイベントになってて、で、モデルハウスって、なんていうの、一箇所に何棟もあるじゃないですか。はいはいはい。だから一棟に大体13棟ぐらい、全部お借りして、で、伊勢野で、で、レッスンをこうやって開催しているので、結構な人が、そうなんですね。来てくださる大人気のイベントですね。ね、その13棟あるうちに先生が皆さんそれぞれ入るということなんですけど、はい、講師は実はママさんたちなんですよ。ですよね。そこがすごいなと私はちょっと思ったんですけど、嬉しいです。うん、そのお母さんがまあ疲れているからということで会社を立ち上げて協力していこうと思ったのが一つのポイント で、はい、で、その後お母さんにもこう活躍の場をやっぱり提供したいということ で、ね、ママ講師をたくさん作ってるところなんですよね。そうですね。いろんな地域の方々、うん、今、うん、いろいろお会いしたりとか、うん、ご紹介とかでどんどん増えている。はい、協力してくださる方がどんどん増えてきて、うん、今何人ぐらい。20人ぐらいはいますね。そんなにもっと多分増えてくると思います。そうですか。じゃあみんなやりたいみたいなるほどね。みんな、子育てだけじゃ、うんうん、ちょっとね、自分のアイデンティティってなんだろうとか、うん、やっぱりこう、思うでしょうね。うん、方が多いみたいで。で、手に職っていうか、うん、できることが自分にもあるから、うんうん、じゃあそれをちょっと活かして、うん、みんなと一緒に交流したいわっていう方が結構多いので。なるほど。ね、もったいないですもんね。せっかくのね、そういう技術があるのに、活、うん、かさないと、うん。でもそう活かす場がないから皆さんね、うんうん、そうです、ね、思い悩んだりするでしょうけど、そういう場を提供していると。そうです。はい、トリッピーは。はい、うちだけがいいんじゃなくて、うんうん、周りの人もやっぱり良くないと私はモットーとして嫌なんですね、うんうん、その会社をやる上で、全員がいいことをなるべく心がけているので、すごい難しいと思うんですけどね、うん、なるべくはそうしたら素晴らしい、ウィンウィンの関係で、うん、そうですね、モットーですね、会社の理念、ね、はい、さあそしてこちらもですね、うん、ね、かわいい。かわいらしい。これは何をつけてるのかな？ベレーダンスの腰に巻く、シャランシャランってなるやつを、はい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 、お母さんのやつを自分で。なるほど。そうそう、くっつけて。なるほど。ママ講師の中にはベリーダンス教室もあるということなんですよね。ベリーダンスの人もいたりとか。うん、で向かって左の方はこちらは、シュガークラフトを体験してくださってる方ですね、ママさんで。来場してくれた参加者のママさんですね。なるほど。うんうん、ね、なんか、ね、自分も楽しみながら来れるっていうのはすごいいいですよね。うん、そう、うん。結構お出かけ場所にお母さんたち困ってて、うん、特に0歳児とか1歳児のちっちゃい子が、うん、こう気兼ねなく遊びに行ける場所って少ないみたいで、うんうんうん、こういう方でも来て、うん、
やってって感じなので、うん、やっぱ皆さん喜んで来てくださいますね。ね、本当息抜きになりますよね。ね、ずっとお子さんとね、家で一緒っていうのもね、なかなかね、息が詰まっちゃうと思うので、そう、そういう場所があるとね、いいですよね。そう、うん、そう本当にそうですね。はい。さあ、そして、まさにこのベリーダンス。トリッピーのお教室でやってるベリーダンス。今大人気ですからね、ベリーダンス。そうですね。ちょっとびっくりしたんですけど。友達でもベリーダンスを始めてもう3年とかいうのね、いますけどね。すごい。ねえ、上手だ。上手にやってますけどね。いいですね。お子様たちもやっていると。あ、これは、うん、子供を預かっちゃうので、うんうん、興味がある子はあの辺でちょろちょろしてるんですけど、基本的には別室に連れてっちゃって、あのレッスン中は預かっちゃう。その方がお母さんたち、なんていうの、一人の女性としてレッスンを受けられるので、集中できるんですよね。あ、じゃあ一人の時間も持てる感じですね。そうです、本当に。いいですね。預かってもらえる。そうなんですね。だから、いつも一緒で。ね、まあ、いて、OK な人はいいんですけど、そうじゃない人ももちろんいて、それが悪いことではないから、じゃあ、ちょっと45分間ぐらいは、こちらで、って、楽しんできてください、じゃあ、って。ああ、やってるんですね。なるほど。さあ、そして、こちらは、楽しそう。何ですか？これは、トリッピーの幼児教室の方のリトミックの教室ですね。リトミック。リズムによる総合教育なんですけど、上層教育が基盤にあって、その上に音楽教育だったりとかがくっついてくるんですけど、なるほど。と、ね、喜怒哀楽を教えてるんですけど、音楽の要素が入ってくるので、例えば泣いてるカード、悲しいのだと、二分音符になるんですね。って1212で「えーん」ってで、音もちょっと、まあ、真ん中のあたりの音域を使ったりとかもするんですけど、で逆に嬉しいっていうのはどうなるんですか？嬉しいは8分音符になります。笑い声なので「はっ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 は会社、まあね、違いって何かありますか？完全な少人数制でやってるんです、うちは。だから、多くてもワンレッスン4組っていうか、までしか受け入れないんですね。その方が、確実に子供ちゃんを、ちゃんと見てあげれるっていう。で、この子はここが弱いなとか、今日これができたねっていうのは確実に、講師もわかるし、私たちスタッフ側、サポート側も、今日あれができた、あれがダメだったとか、お母さんの、なんていうんだろうね、子供を見る目とか、結構細かくいろいろチェックできるっていうことで。そうですね、見てて。でもその、ね、細かいところまで、ね、目が行き届いてるっていうのは、やっぱりいいですよね。そうですね、その方が、私はいいと思って、まあ今の、スタイルでやってる。スタイルで、はい、やってますね。で、こう、まあ、落ちこぼれていくって言ったら変ですけど、ついていけない子は、まあ、いないっていうか、そうですね。サポートしてくれるってことですよね。そうですね。じゃあ、完全なサポートで、体制で。まあ、発達が遅い子はどうしてもいるので、その辺は、まあ、頑張って、なるべくその子に合わせた、そのレッスン内容を組み込んで、確実に、取れたねとか、嬉しいねとか、確実にやるように、刺激がドーンってくるようなものをそうなるべく組み込んでます。すごいですね。で、その他には、まあ、受験とか。あ、受験ね。そういうのも対応しているということで。受験レッスンは私が基本的には担当してて、やっぱりコミュニケーション能力を高めることとか、こうやって目を見て。目を見て話すとか。あと、おしゃべりをこう、わーってできる能力とか、その辺の自己解放とかを結構手伝ってるっていう感じですね。どうですか？その、対応していて、やっぱ変わります？子供って。変わります。変わります。
時間がかかる子ももちろんいます、うん、そこは初めて来た時に一言も喋らないです、うん、へー、何も何もへーそれが喋れるようになります。へー、なるなる、そうなんだ、なるです。それでもいいですね、うん、うん、すごい成長ですよね。成長、だから信頼してもらったんだなってすごく思うし、その子の中でもちょっと一歩踏み出したんだなって思うし、いろんなことをやっているということで、そうですね、すごいですね、はい、いや本当にポリシーを、ね、たくさんあると思うんですけど、はい、大切にしてやっているのがすごい伝わってきたなと思って、ね、お母さんと子供ですよね、うんうんうん、やっぱり将来日本を背負っていくのは子供ちゃんだからね、うん、と思って、ね、うん、ね、もう本当に日本の宝のものということでね、そうですね、はい、さあということで今度はですね、はい、ちょっとお話も、会社の話とかもね、はい、聞いてたんですけれど、もう少しマキちゃんのですね、プライベートのところにちょっと入っていきたいなと思うんですが、はい、趣味とか特技をですね、ちょっと聞いておりました。はい、お菓子作り。これは昔お菓子作りの趣味だったと。昔やってるのね。そのやっぱお芝居をね、やってたんで、現場によく作って持ってったりとかしてたんですけど、さすがに今はトリッピの方をメインにしちゃってるので、うんうんうん、なかなかそういう。今はちょっとできてないかっていう。はい、現場のあれがないので。なるほど。はい。そして、ガーデニング。現在はガーデニングということですね。ねえ、ガーデニングってそんな大層なあれはなく、別に、あれなんですけども、うん、本当に幼児教室のトリッピーの中のベランダの一角で、うん、あの鉢植えをたくさん育てているんですけ ど、 自然に目が行くじゃないですか。色が綺麗だとか、お花って。レッスンの時にこうパッと見ると、うん、あ、あるって気づいてくれる子は気づいてくれたりとかするので、でも確かにお花とかってね、癒されるからあるとね、そうそうそう、いいですね。そう、うん、で、こんな綺麗にですね、植えているということで。これからサフィニアのお花を植えていくということなんですね。そうそうそう。これ現在ね、今のトリッピーさんのところにあるね、お花、はい、すごい生き生きしてますね。ね、綺麗ですよね。うん、楽しくて、もう朝行ったら水をやってあげるっていう、そう、枯れたやつをこう摘み取って時々こう剪定をしてっていうのをやってて、すごい。何者だろうと思いながら、怪しいと思いながらも、そうなんだね。なんか。趣味が盆栽釣りとかね、なりそうだね。ね、ほんとに。そうですか。まあ、こんなね、綺麗なお花もあるということで。そうですよ、うん、はい。はい。こんなお花見に来ていただくといいのかなと思います。ね、ほんと。うん、うん、うん。そして、今度は特技の話なんですけれども、はいはい、トロンボーンってことね。中学生から、ね、高校まで6年間、はい、トロンボーンをやっていたと。あ、結構ね、あれ、息がね、肺活量が、ね、そうそうそう、大変だし、そう、大人塩梅とかもね、あるので。そうなんですよ。結構自分の中に音感が良くないと、うん、まあ、できない楽器ではありますよね。うんうん、じゃあ、みっちり6年間やったんですか、ね、やりました。やりました。はい。そして現在は、まあ、子供を、ああ、ね、ほんと、うん、仕事と、趣味、まあ、特技を活かした感じで。ね、電車とかでも話しかけちゃうかな。いると、トリッピーとか、なんかいなくても、全然、元気とか、こんにちはとか言うと、って、返してくれる子もいれば、うんうん、返してくれない子もいるし。そうなんだ。なんか面白くて、そういうのも面白い。すごい趣味だね。まあ、いろんな子がね、いますからね。そうそう、うん、はい。さあ、このね、ちょっと映像の方見ていただきたいんですが、これは舞台でもね、こうトロンボーンを、演奏するシーンもあるということで、うん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 、懐かしい。ねえ、でもね、女優業もその昔のあれもね、使いながら、使いながらやってるっていう、すごい。ねえ、うん、無駄になってない感じはありますよね。ずっと。ね、全部繋がってるっていう感じでね。はい、そうそう、本当に。すごいなぁ、もう。無駄にしないですね。はい、さあ、そして、はい。はい、これからイベントがあるということでお話の方いただきたいんですけれども、はい、近々ではこの4月の20日に親子イベントがあるということなんですね。そうなんですよ、うん、さっきお伝えしたあの、はい、ママ講師がですね、うん、13人集まって世田谷の住宅展示をモデルハウス13棟借り切りまして、お出かけ場所プラス親子で楽しんでもらうレッスンとかワークショップを集めたものをやります、うんうん、すごい、ワンコインで1種類ワンコインで500円で体験できるという、もう本当にお得なイベント。すごい。お得ですね、本当にね。まあ、まずいろんな13人分、全部違う。そうなんです。13種類全部違うので、うん。ちょっと小さいですけれども。そうですね。うん、
はい、対象年齢も様々で、うんうん、まあ、大体0歳から6歳ぐらいをまあ対象としたイベント、ワークショップ、レッスンワークショップになってるので、まあ、こうやってね、こんなベリーダンスもあったりとか、うん、はい、こちらはこれ写真を切り貼りして、うんうん、あの壁に飾るようなものをちょっと可愛くデコレーションしたりする、あのワークショップですね。そうなんですね、うん、あ、じゃあお子さんと一緒にできるし、できるし、帰ってからも一緒に作ろうかみたいな感じでね。そうそう、ね、学んだことをね、うん、家の中で活かしてコミュニケーションまた取ってほしいし、うん、パパにも話してほしいし。あ、なるほどね、で、ハッピーになるとね、いいですもんね。いや、本当に。さあ、こちらは、あ、これはビーズの、うん、あの、うんうん、レッスンになってて、結構細かいので、皆さん、後ろにおぶって、かなり真剣にね、真剣に、もう静かですね、だから、集中しないとできないので、うんうん、ビーズの作業ね、真剣になりますよね。さあ、こちらは、これは、うん、ハープのちっちゃい版のライアーって言うんですけど、はいはい、ライアーの演奏をしながら、お話を語ってもらったんですけど、ね、本当にいろんなママが、ママ講師が、そうですね、いるんですね。こちらリトミックになります、ね。リトミックの。ちなみにリトミックって何歳から、うん、何歳だいたい基本は1歳3ヶ月からって言われてるんですけど、うんうん、あの、トリッピの場合はベビーちゃんから OK にはしてるんですね。音を聞くっていうのがすごく大事だし、うんうん、耳の情報が一番、あの、うん、からの情報を一番得てる時期なんですよ。目ではなくて、耳が一番情報をもらってる時期なんですよ。そうなんだ。ベビーちゃんに関しては。だから、なるべくいいよって言って参加してもらうようにしてます、ね。じゃあ、なるべく早ければ早いほどいいんですね。で、私は思います。はい。幼児教室やってても、うんうん、その、4ヶ月から来てて、もうすぐ1年経つんですけど、うん、全然違います。あ、その、成長度合いが。はい、もうリズム感がすごすぎて、大人でもあんなに上手にクラップができたり、うん、足が鳴らせたりとかはないと思います。そうなんだ。びっくりした。じゃあ早めにね、お子さんのいる方は連れてきていただくといいかもしれないですね。はい、ということでこちら4月の20日親子イベント、はい、まあ体験みたいな形でね、うん、ワンコインでできるということなので、はい、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、ね、うん、お願いします。はい、ということで、うん、こんなレッスンとかもね、やっているんですよね。はい、こちらは、うん、あの、渋谷のトリッピー幼児教室なんですけど、うん、まあ、基本は、まあ、月1回で4200円なんですけど、うん、体験レッスンを今、春のキャンペーンでやっているので、1500円で、はい、お得な感じです。すごい。4200円が1500円ってすごいですね。しかも2回まで体験できるので、普通ね、だいたい1回で終わりなんですけど、うちは、あの、2回来てもらって、もう確実にいいと思った人しか来なくていいというか、うちのこの雰囲気、うんうんうん、ちょっと感じてもらって、OK な方だけって感じなので、2回してます、ね。この3つですね。自己表現ができないとか、人見知りをすることか、まあ、落ち着きがないとか、はい、ママの気分転換、リフレッシュということですね。ぜひですね、この体験もね、いいですよね。はい、うん、来てほしいなと思ってます。はい、はい、ということで、はい、オフィシャルサイトの方ですね。はい、trippykids.com で、トリッピーって入れてもね、出てきますよね。出てきます、出てきます。うんうんうん、なので、ぜひ見てください。ありがとうございます。グラブくんの後ろの。ね、グラブくんの。ね、嬉しいな。ね、いろんなグラブくんがいるということなんで、詳しくはね、ホームページに。ホームページに。そうね、来てもらう方がいい。来てもらって、いいね、うん。お話なんかはですね、聞いていただければな、と思います。ね、グラブくん。ね、来てね。あー、痛い。という、かわいいグラブくんですけど。かわいいね。はい。そんな話をしているうちにですね、そろそろ、はい、時間の方が参りましたので、うん、そうですね、最後になりますけれども、はい、まきちゃんから、まあ、視聴者の皆さんにですね、何か PR あれば。PR はもう、渋谷幼児教室トリッピー、うん、ぜひ体験レッスン、うん、あ、こっちか、うん、体験レッスンに、ぜひ遊びに来てもらいたいなっていうことですかね。うんうんうん、で、4月20日も、世田谷区の住宅展示場でイベントやってますので、うん、ワンコインです。事前予約が必要なんですけれども、ぜひぜひ遊びに来てください。うんうん、あと、うん、6月22日はボーリングの日、うん、覚えました、みんな覚えてねー、ありがとう、またねー、またねって感じかしら、はい、ありがとうございましたということで、はい、今日のゲストはですね、株式会社トリッピー代表取締役の大門真希さん、そしてグラブくんでした、またねー、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました。Much worse to the old